いいこれもいいな。いやでもすごいいいと思います。普通にこう正常進化したという感じはありますね。まあ内蔵ステージは非常にちょっと特殊な考え方ではあるとは思うんですけど、もちろん当然強度も全く問題ないです。はいはい。でやっぱり内蔵する上で、パンク修理系の工具ってチューブがやっぱりそうですね、どうしても重量が結構あるんですね。意外とで何百グラムってあるので、それがこことかについてるとどうしてもダンシング立ち込みした時に左右に荷物がブルンブルン、ここがやっぱり一番動かないので、ここにまとめて、そうです、中心部、しかも重心が非常に低いところに荷物がまとまっているので、そういった意味ではここよりもかなり安定感がよりまして、しかも、まあ、ここにあとあとじゃあサドルバッグとかで荷物運ぶにしても、まあ、ここに物が入ってるのでこっちの容量もないですとか。そうなんですよね。いいっすよね。そうですね。結構これ衝撃的で、どんどんいじってください。あ、いいですか。これ下側で入ってて、これはレバーをこうやってあげると、レバーをこうやってあげて、あ、ここ引っつけば、そうです、ずらすと、ここの部分がですね、はい、専用の工具が入るように、モントレバーのここにね、ここにね、うん、これ衝撃だったの、ね、自分のドマーネもしたいぐらいで、ちょっといいですか、おかしていただいて。はい、どうぞどうぞ。え、何これ。これが、これはスルルロールみたいな感じですね。へぇ、携帯ポンプとか、ボンベとか、なるほどね。ここに入ってる。なるほど。だからツールケースとか、今言われたようにサドルバッグとかを、はい、欲しい。そりゃそうや。欲しい。じゃあ、ずっとここも欲しい。それみんな欲しいわ。北海道マーネ欲しい。わかるけど。でも本当これは画期的。そうですね。なんかこれになることによってフレームの剛性がなんか下がったりしないかなって単純に思っちゃったんですけど。まあでも問題はやっぱりないと思います。まあ何よりもともとまあ当然ね、ダウンチューブなんて中に物が詰まってるわけじゃ当然ないので。はい。まずそこは問題ないというのと、あとここにまあ穴開けたところで結局4四角形のうち 3面は、ね、当然保持しているので、あとは全然そこに向かってここに穴開けても大丈夫なように、なんだろう、カーボンの積層だったりとか、その辺りは当然考えているわけなので、そういうことですね。ここになんか強度が下がるとか、あとは剛性が下がるというのは全然問題ない。ここも実際軽くですけど試乗して多少こうグッと踏んでみますけど、全然剛性が下がったような感じがあるので、OCLV700 らしいこうパリッとした走りがやっぱり感じになるので、このフレームはもう最上位フレームです。ですね、SLR ですね。これは SLR、 ちなみにこの最上位フレームも、はい、今のアルティブラムだと8キロ切るぐらいですか。1キロ切らずもうちょいぐらいだと思います。8キロ前半じゃないかなと思いますね。軽い。フレーム重量が1300g 前後なので、ハンティングってめちゃめちゃ軽くはないですよ、ね、ここもアイソスピードが、そうです、フロントにもアイソスピードが搭載されてますね。やっぱりタイヤ幅もマックスで38が履けるので、そうすると35ミリ前後ぐらいのグラベルタイヤとかを使えちゃうんですよね。ということは、なんだろう、ミシナルでいうところの、ああいった感じでちょっと高速寄りのグラベルバイクみたいな体を持って運転して置けるので、かなりこうバイク自体持っている時の遊びの幅がちょっと広がってくるので、そういった魅力は感じられますね。しかもやっぱりこれだけある程度エアの性もあって、トレーニングもあったりします。かなりバイクの魅力は上がってます。